さあバルログ3人チームとなりますので、さあどなたのバルログか。さあバルログポンティオさん、エイチノさん、ゆきまゆさんですかね。さあここは EX バルセロナから一気に決めると。そうですね、名前がね、これお互いなかなか長いチーム、長い名前ですね。さあこのバルログミカという組み合わせもなかなかね見ない組み合わせになります。お、さあこれは V リバをかわしていく。さあうまいぞ。さあここはミカに仕事をさせずに一気に決めきりましたね。さあバルログゆきまゆさんになりますかね。はい、ゆきまゆさんですね。さあ非常にお上手でしたね。さあお互い名前、どちらのチームも名前が長いのでちょっと入りきらないのでちょっと割愛させて呼ばせていただきます。さあ先鋒戦勝利したのがゆきまゆさん、バルログ。さあ中堅に出てくるのは、さあここでカリンですね。さあこれはゲームお化け、マスコヤマさんになるんですかね。マスコヤマ親方さんですかね。はい、カリン、これはマスコヤマさんなんですかね、ゲームお化けさん。じゃあフォローに入りましょうか。ああ、マスコヤマ親方さん。あ、マスコヤマ、ゲームお化けさん、ゲームお化けさんかもしれない。ゲームお化けアットマスコヤマ親方なんで、はい、マスコヤマさんですかね。いや、大体ゲームお化けさんのはず。いや、親方さんかもしれない。いや、アットの後が大体名前。あ、いや、おまけなんです。おまけです。おまけなんです。マジっすか。大体それだとさっきの篠崎さんが、京香ちゃん大好きネームアット篠崎さんですけど、京香ちゃん大好きネームさんになります。多分そういうことなんじゃないですか。じゃあ京香さんですかね。京香ちゃん、まあ、試合見ていきましょう。はい、さあゆきまゆさんと、はい、さあゲームお化けさん、カリンバルロがどうですか。あー、結構いい勝負じゃないですか。立ち回りは、はいはい、そのカリン その立ち回りっていうか、その地上戦の強さを。あー、そうですね、バルログはかなり強いからね。生かしづらいんですけど、ただその代わり一回近づいた時に、あー、そういうバルログ防御が、なるほど、弱いんでなんとかなるっていう。孫さんよく根本当たってますよね、最近。ここ最近のみ。アベマでも当たって、アベマで初めて当たって、 TGS も当たりましたね。で、 TGS が当たりましたよね。まあでも2回とも孫が勝利しているという、まあ仮に有利と、ね、ということでしょう。さあ、アベマ負けたし。さあと言ってる間にカリンが押されて、さあ駒投げ。あのね、バルセロ、EX バルセロなんか結構やっぱり、はい、あー、そうですね、落としづらい。そう、カリンはそれに対して結構いい対策あるんだけど、すげえ難易度が高くて、はい、あれはガードしても負けっていう。なるほど。かなり、そのバルログ的にはやりたい選択肢の一つなのかな。で、ゆきまゆさんしっかりそういったところを通していったと。さあ、では大将が、さあ、ニャモさん。さあ、こちらのニャモさんもバルログですかね。さあ残りの試合も全部バルログと。バルログ確定ですね。バルログ確定ですね。倒しても倒してもバルログが出てきます。
バルログバルログってのは結構、うん、どういう組み合わせになるか分かんない、全然分かんないですよね。ただそのこれまでのバルログってなんだろう、その立ち回りはめちゃくちゃ強いけど、思考の美を見せてやろう、火力がない、はいはいはい、まあ、バルログの、まあ、まあ弱点でもコンセプトの一つだったんだけども、今回は火力高いっすよね。火力がマジで高いんで、うん、その代わり防御が弱い、うん、まあ、V リバなんかもね、あまりいい性能ではないので、まあ、ポイントポイントで見ればいい場面もあるんだけど、ほとんどのところが基本的にはね、あまり性能は良くないと。我が美に酔いしれるがいい。あ、ゲーム画面ください。はい、さあ、ニャモさん対ユキマエさん。さあ、ユキマエさんは先方。さあ、ニャモさん大将なので、すいません、失礼しました。ちょっと調整します。はい、さあ、はい、これもう全く分かんないですね、どういう組み合わせなのかな。いや、殴り合いじゃないですか。殴り合いですか。やっぱり、あ、殴り合いですね。いいですね、駒投げを決めて、さあ、ここ暴れていきますね。いいっすね、いいっすね。サンフレ暴れは、まあ、お互いが知ってますよね、この後がどういう状況かっていうのはお互いしっかり知っているので、はい、読み合いも何周もおそらくしてますね。あれ、前捨てすると状況どんなもんなんですか。駒投げの後前捨てしちゃうとバルローガーは不利。 EX だと違う、ね、ああ、そうですね、違うから、EX の場合だと多分立ち消しとかだと暴れつく、うん、なるほど、なるんだけど、もう一回駒投げ行ったら、うん、っていう感じなのかな。さあ、これはお互いあれですね、開幕から爪を取って素手の状態で殴り合うという感じですね。あの、バローズ今回からその爪と、はい、爪あり状態と爪なし状態を使い分けることができて、はい、爪あり状態はこれまで通り立ち回りが認めた状態なんだけども、はい、その爪を外すと立ち回りは落ちるが、その代わり火力が上がる。そうですね、近距離の崩しなども非常に強力になりますね。駒投げとかもね、はい、爪がないと、あ、爪があるとできない。さあ、ニャモさんはこれは爪がね、ずっとついた状態で戦うことになってますね。さあ、これで爪は取れましたね。ダメージによって取れることができます。さあ、ここは暴れていく。さあ、スパコンを使っていきますね。まあ、さすがにもう体力が少なかったので、なんとか体力を寄せていくが、さあ、飛びが通って、さあ、うまい。さあ、これは端に、ほう、ダイヤすごいぞ。さあ、ここも3フレ暴れで、雪前さんの3立てと。今最後読み合いすごかったですね。なんかトリガーで端に行ってスライディングで反撃するのに対して、雪前さんもなんかテラ打ってましたからね。あのコロコロやってて、よく分からない、うん、いや、まあ、まあ、このゲームの醍醐味だと思うけどね、うん、俺は。まあ、先ほど言ったように何周もした形になりましたかね、今のは、はい。